なんといっても、中山美穂さんと辻人生さんの離婚、へっていう これ見出し大きいですね。そうですね。まあ、この一週間ちょっとぐらいはもうこの騒動で持ちきりになっちゃってるんですけども。実は私ですね、本当に週刊誌の見出しぐらいしか理解できてないんですけれども、どういう状況なのかっていうのをまず説明していただけますか。基本的に言いますとですね、2人の間で、まあ、2人は基本的に、パリで生活してますよね。ご長男いて3人で。お子さんで、は10歳でしたかね。10歳です。で、今、たまたま舞台の、まあ、演出を彼が手掛けてるんで、辻さんが日本に戻ってきて仕事をしてるっていう状況なんですね。で、この間、中山美穂さんは日本に来てましたけど、今はパリに戻って子供さんと一緒の状態と。で、要は、その前からもう夫婦の間では離婚の話し合いが始まっているという状況なんですね。だから、まあ、離婚へという、言っても、まあ、離婚の話し合いをした、もう離婚しないカップルもいますよね、ああ、そうですね。現実には。でも、まあ、いろいろ状況だけ見れば、まあ、辻さんは離婚したくない。だけれども、いわゆる中山美穂さんは、もう離婚の決意が固まってるというような状況なんですよね。なるほど。だから、これって一般でも言えることなんですけど、大体男って未練たらしいんですよ。で、女の人は、まあ、一旦こうって決めたら、なかなかこう、もう揺るがないっていうのが、まあ、常識的なラインで、まあ、よくわかりだます。から中山美穂さんの決意が固まったということを、まあ、情報をキャッチしたスポーツ新聞が最初に第一報を報じたというのが、今回の騒動の始まりなんですけなるど、ほど。ただ、そう一筋縄にいかない部分もあるんですよ。というのが、日本と違って、日本は単純に離婚届を提出すれば、2人が署名なしにして、それで離婚が成立しますが、フランスはそうもいかないんですよね。離婚が成立しても、お互い、その後、子供に対する共同親権っていうのが共発生す同るんです親よ。権。いわゆる親権を日本の場合は父親か母親かどちらかが離婚するときには持つわけなんですが、向こうの場合は共同なんですよ。離婚した後もお互いで親権を持つと。で、お互いが親権、要は、やっぱ子供にとって父は永遠に父たち、母は永遠に母だということなんだと思いそうまですすよね。が、ただそうなってくると、離婚した後も相手の連絡先とか全部報告しないといけないという義務があるわけなんです。そうですか。で、まあ、これも、その離婚そのまま離婚届を出すにしても、いわゆるそういう裁判所に行って、ちゃんと理由とかをきっちり聞かれるわけですよ。で、裁判所が離婚するっていうことに、いわゆる認めるということは、判決が起きない限り離婚が認められないんですよ。これはじゃあ、時間はまだまだかかる可能性も。かかりますし、どうも辻さんは最初からそういう法律を全部知っていて、2人の住む場所をパリに定めた。離婚前提でパリに住んだってことですか？ いや、これはね、話したくない。結果的にですね、ああいう、まあ、中山美穂さんって、あれだけの美人の女優さんを自分の嫁にしようとするときに何を考えるかというと、まずパリに住むっていう、大体女性っていうのは、パリ素敵いいわと思いますよ ね。思いますね。やっと会えたねって名言もありましたね。あの名言はですね、やっと会えたねっていうのは、あれ作り話なんです。そうなんですか？実はそこからは中山美穂さんの不信感は始まってるんですけどね。そうだったんですか？そんなこと聞いてないよっていうのがあるんですよ。だから、まあ、でも、まあ、この人はね、作家さんだから、まあ、そこは我慢ができたわけなんですけども。幸三さん、私ね、学生時代、大学生の頃、辻人生のバンドのエコーズってちょっと好きで聞いてたんですけど、歌詞なんか見てると、まあ、間違いなくロマンチストであるのはにじみ出てましたし、すごい、なんていうんですかね、例えばいじめられる立場であったりとか、弱者に寄り添うような、そういう優しい人なんだなって僕思ってましたよ、そういえば。それは誤解ですね。いわゆるロマンチストとナルシストっていうのは紙一重なんですよ。どちらかというと彼はナルシストなんですよね。で、僕は実は
僕も福岡出身です。彼も函館生まれの福岡育ちで、うん、幼稚園は僕の後輩なんですよ、辻さん。あ、そうだったんですね。辻さんはね。で、まあ、確かに文学の才能はあるんだと思います。で、まあ、マルチでいろんなこともやってますけど、その大体そういう方々の裏返しっていうのはコンプレックスなんですよ。コンプレックスが生み出してるんです。だから今その、彼が女装をしていたということはいろんな形で報道されてます。サラサラヘアでね。で、その、まあ、中性的なおじさんになりたいとかいろんなことを彼自身もコメントしてるし、その女装の本とかも書いてますけれども、やっぱこれも彼の自意識の中でそうさせていったもんなんですよ。はい、これも自分が年老いていくっていうことに対して、老いに対するその反動がそこに来てるんですね。で、もちろんこれ何も女装が悪いことではないんですが、ただ、一緒にいる妻がどう感じるかは別問題です。で、まあ、そもそも本来だったらあれだけ美しい妻を手に入れてるんだからそこで満足すればいいんだけど、やっぱり欲望が果てしなくいってしまうし、それプラスやっぱし愛人という女性問題もあったことも含めて、中身代さんは多分限界に達したんだと思うんですね。なるほど。